皆さんこんにちは、村人兼お友ガルフの霊夢です。皆さんこんにちは、村長兼ハンターのマリサだぜ。やっほー、村人兼お友アイルの霊夢だよ。今日もこの火山道で危険なのは暑さよりむしろ臭さな世界でこの腕を磨くために頑張っていこう。はぁ、あ、前回、ソロ向け里クエストの星3を突破し、タイマガイマガド3に向けてのトラップ制作に必要な素材を集めるために、全部10ビス戦後3を討伐することに成功したわしらでござりますが、ふっし、今度は集会所の方に、百竜夜行の緊急クエストが飛び込んできちゃったんだよね。行くぜ、力強く美しく。ミオレアか、名前だけは聞いたことがあるぜ。ようやくドラゴンらしいドラゴンが出てきやがったな。集会所の百竜夜行に挑戦するのは今回が初めてでござりますが、こちらのリオレアさんを含め、まだわしらが遭遇したことがないモンスターさんの群れがたくさん混じっておりましたな。ひ、ふしひ。これは食べがいがありそうなサイズだぜ。ふむ、以前に私が別の場所で戦ったドラゴンと、どことなく似たフォルムだが、おそらくはこっちがオリジンか。噂では、こちらのリオレイヤさんの尻尾、なかなかの珍味だそうでござりますぞ。はぁ、なんでそれを早く言わないかね。村長、ワンモア、もう一回百竜夜行で尻尾を狙おうぜ。ダメ。え？百竜夜行、結構時間を食うからな。今はマガイマガドに向けて、ガンガン里クエスト。進めていきたいのよ。確か、里クエストのご依頼番にも、リオレイヤさん、その討伐依頼が貼ってあったような。オーケー、今回はガンガン里クエストを進めていくぜ。ん？メスカ言うの。激凛。キラキラしていますな。レアリティ後の素材はこちらが初かもです。2枚もあるぜ。よし。1枚売って、お団子食べようかね。妖魔村民のお手に触れられないように、わしのリボンの中に隠しておきましょうね。おう、マリサよ。百竜夜行。どうにか撃退できたでゲコねえ。里の衆も無傷で、上出来でゲコよ。砦の防衛はな、得意なんだ。昔からな。あ、暴れ。やはり、わしの目に狂いはなかったでゲコ。ふん、どうせそのセリフ、全員に言ってるんでゲコよ。ゲコゲコ。ふ、ギルドマネージャーはハンターの指揮。保つのも仕事でゲコからねえ。百竜夜行はこれからも続くでゲコ。何故百竜夜行が起きるのか、その原因の解明を、ハンター諸君にはお願いするでゲコよ。わかり申したでゲコですぞ。たまにはお団子食べさせてあげてね。お待ちしておりました。はぁ、あ、根本さん、まるで鏡を見ているようです。ね。皆さんもそう思われるでしょう？そういえばさっきの百竜夜行、根本ちゃんも、ランスを担いで出陣していたらしいよ。く、なんと、お強いところまでわしに寄せてきているなんて。ちなみに集会所のクエスト状況はこんな感じだ。里クエストで討伐したモンスターは、基本的には集会所でも裏で買っていくぜ。ハンターランクも上げないとですからな。世間はもうアップデートらしいからね。まあ、慌ててもしゃあない。よそはよそ、うちはうちだ。さて、そんじゃあ、休憩もそこそこに。里クエストの星4、ぬるぬるっと進めていっとしよう。あいあいさ。無法の瞬間。機械転げて、坂落とし。静音転覆、剣後の銃弾、お出まし、滅ぼしが自由。くっさ、なんなの、このエリア。卵の腐ったような匂いが充満してるぜ。こりゃ硫化水素だな。ここは、見ての通り火山道であるからして、濃度は低いが、そこそこデンジャラスなガスも炊き込めているようだぜ。わしは、今は獣のみに可憐なる魂を秘めし宿女、村長たちホモサピエンスよりも、ずっと嗅覚は敏感なのです。私も、暑さはともかく、この匂いはちょっときついね。犬の嗅覚は人間の100万倍以上、猫については20万倍以上あるというからな。ふふん？こっちにんな。やっほやっほ、お前がラングロトラかい。出会って早々でなんだが、挨拶代わりだ。また下品な色したアルマジロくんだね。いやいや、実に気品のある色合いでしょ。青柱はアルマジロじゃなくクマーンだったか。うお、ちっ、この私にゲロリンジンを吐きかけようってかい。先ほどのゲロ、色味が黄色っぽかったですな。ああ、色合い的には、おそらくマスか。ただ単に転がる攻撃だけじゃなく、状態異常も織り交ぜてくるみたい。今のうちです。このわしが、ラングロトラさんの背中に命がけで食らいついているうちに、どうぞ攻撃を、でかした。そのまま命燃え尽きるまで抑えていろ。ふふん？こっちにいな。え、破壊箇所は背中か。痛々しいな。待ってろ。すぐ楽にしてやるぜ。この新しいハンマー。全部、ここの土で持って。
のタイミングだ。悪くないな。 1.5 の素材で持ってこしらえしハンマー。この私の手にしっくりと馴染んでガッタガタ。何やってんのよ大将。うはよ、ヨウム村民、何を。フッヒ、ビヨってたから一発度ついて目を覚ましてあげたんだぜ。うむ、ありがとよ。今日の MVP はお前だ。帰ったら好きなもん食わせてやる。じゃあ、こんがり肉で手を打ってやるぜ。くこ、今度はわしが張り倒します。ランブロトラ、その二つ名は石膏銃、赤き銃弾。この私が登場すれば通常の3倍の速度で持って操縦が解除されるぜ。ダメじゃん。動くな。その脳天、優しくかち割ってやるからよ。硬い甲羅が剥げておりますので、V 破壊前よりも防御力が落ちているかもです。ゲセム、あれ、なにこの金魚。仕掛けてくるぞ。お前ら鼻くさげは。なあ、ほっ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 。は、吐き気が。モンスターズ版によると、ランブロトラは、麻痺毒だけじゃなく、吐き気を催す激烈な悪臭のガス、体内に溜め込んでおり、気になると大噴出させるから注意だぜ。ほほ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 ほ。は、ち、ふ、今日はもう、軽いものしか食べられそうにないよ。あのガス食らうと、アイテムが一時使用不可になるらしい。消臭剤ならぬ消臭玉を使うと状態異常が回復するらしいが、里に帰る前に、お前ら二人、後でその匂い消しとかんとな。ほ、ほい、このままお茶屋に入ったら、ヨモギちゃんは笑顔で迎えてくれるかな。多分団子の口でハリネズミにされるだろうぜ。ほんほう、ハンフロホラワン、ホーハイホワッテヒワフ。うむ、ベテランハンターの視聴者氏に聞いたが、あれだ。こんな感じで先に麻酔玉をぶつけてから、その後に罠にはめてやっても、モンスターを問題なく捕獲することが可能らしい。じゃあなんで今おい麻酔玉投げたの？ドッキリ疑っちゃった自分が恥ずかしい。はぁ、わはふ、わほにはヘリはほう。うむうむ、まだまだ里クエの星4依頼は残っているからな。匂い消しがてら、次のクエストを消化しつつ里に戻るとしよう。はいはい、了解だよ。さよ、ジボの福井区。賊の喧騒に、どよむ声。石の夜なきと、下目に見れば。老竜寝覚めて感触を起こす。下手者たちまちぺっちゃんこ。老敵見つけたりだ。っていうか硬いな。見た目通り。うわ、よ、ようやく匂い。ちょっと落ちましたのに。こ、今度はこのわしの高貴なる耳が。長い方向だったね。これまでで一番じゃないかな。だがしかし、好きだらけだぜ。で、でんぐり返し。なんだろ、バサルモス君、体も声も大きいんだけど、どことなく動きが子供っぽいんだよね。さっきの浪曲でも出ていたな。幼竜寝覚めて感触起こす。バサルモスさんの二つ名は、夜泣く岩石、岩竜バサルモス。夜泣く。夜泣くのってことかな。これで子供なら、大人はどれほどのサイズになるのか。村長、バサルモスさんの動きが止まりました。おそらくはこのわしのプレッシャーによるところでしょうな。何か仕掛けてくるぞ。へえ、うわぁ、やったぜ。あ、あれ、なぜにわしは無傷。霊夢の装備はこの体型がそこそこあるが、もしかしたらそれで防げたのかもな。お、すごいじゃん。試しにあのブレス耳を投げてみなよ。死ねって言ってます。むむむ、お、バサルモス、穴を掘りもできるんかい。岩タイプだけじゃなく、地面タイプも持っているみたいだね。か、硬い溶岩石をたやすく掘り掘りして、まるで水のように潜るなんて。ああ、まだ赤子なれど、なかなかのポテンシャルの高さを感じさせてくれる。いつか、お前が成長した姿、生体のバサルモスとも戦ってみたいもんだぜ。でも、そろそろこの子は限界みたいだぜ。お体の色も、どんどん薄らいでいきますな。最後の方向か。泣くなわめくなバサルモス。もう痛いのは終わりだからよ。バサルモスさん、そんなに凶暴なドラゴンさんには見えないんですがね。岩に擬態した進化を遂げるくらいだからな。生存戦略的には、積極的に襲うというより待ちの姿勢でいくタイプだろうぜ。それでも、依頼が出たなら討伐しなきゃいけない。ハンターの悲哀だぜ。うむ。さて、そんじゃあ、ランブロトラに続いてバサルモス。新たなマップ。溶岩洞に救うモンスター2体の討伐に成功したところで、今回はここまで。楽しかったよ。ご視聴ありがとうございました。またねー。